何度来ても同じです。私のお尻の本質を理解せずに、ただ数任せで攻めてきても私を崩すことはできない。ほんまにそうかな。柔らかい。それにこれはデオドラントソープの香り。かぐねー。変態、変態なの。もういった。覚悟はしてたとはいえ至近距離は効く。レース中じゃ手は使えんし、こうでもせんと。けどおかげで見えたで、あんたの強打の謎だ。何言ってるのこの人。嘘に決まってる。あんな変態行為でわかるわけ。予想はしてたけど、打ち出す前にお尻に力が入ってなかったね。しかも驚くほどお尻が柔らかくて全く力みもなかった。でも打ち出しの瞬間、お尻の奥から何か押し出すような圧力が。あんた気候的な力の使い方知っとうやろ。さあ、何のことってですか。ビンゴやな。気候って中国武術とかでよく見るあれでしょうか。だから何なの。分かったら何かできるとでも。私にも勝てなさそうなひょろい尻をして。これはまるで進撃の巨人。マヤ、ちょっとあんた何やってるのよ。ごめんなさいです。でも彼女はどうしても私が相手をしたくって。ごめんなさいです。尻発見。あれを吹き飛ばせるんか。なるほど、助走つけて強打を打つ気ですか。私と真っ向から打ち合うのは無駄なことを。そんな勢いだけの攻撃で私に勝てるとでも思ったですか。かかった。やっぱりや。タイミングを合わせて打ち出すことに慣れてるから、それをずらされると体勢が崩れる。もらった。七八拳。何？嘘やろ。